ちは、DIY 努力の鉄でございます。今ね、あの絶版車上松さんに来ております。前回こちらの絶版車をどうやって維持してるのかを知りたくて整備工場の方をこう見てみたいなと思ったんですけども、撮影許可取れましたんで今回入ってみたいと思います。では行ってみましょう。ここ本当はこちらです。撮影禁止。今回ね、特別に許可をいただいたんで行ってみたいと思います。失礼します。はい、お邪魔します。いらっしゃいませ。すごい、上松さんの整備工場でございます。はい、では案内お願いいたします。はい、工場長の越光と申します。よろしくお願いします。ちょっと早速ちょっと見ていきたいんですけど、はいはい、すごいなんかもうね、見たいもんだらけ。そうですね、なかなかね、普通のオートバイ屋さんだとやってないような感じ。そうですよね、こういきなりもうガスケット削ってるんですけど、ちょっと後ろから失礼いたします。すごい、すごいですね。ガスケット剥がすの苦手なんですけど、やっぱスクレーパーいろんなの使うんですか。使い分けるんですね。場所によってね、はあ、幅とか薄さとか、はあ、使い分けながらね。すごいです、すごいですね。今これ何台だろう、8台ぐらいのバイクが今同時に作業されてるんですかね。そうですね、一応整備士は12名今いて、はい、12名、はい、みんなやってますね。あと皆さんすごい若いですね。若く見えるんじゃないかな。結構年の人もいますよ。いや絶対私の方が年。そしてこれはこれはこれはひょっとして350のトリプルですね。ね、腰上の今オーバーホールということで、はい、今コンディションチェックしながら、まあ、組み付けの準備してます。すごいシリンダーとピストン全部きれいに並べて、ベリングとかもすごいですね。やっぱ一個一個こうやって丁寧に作業されてるんですね。そうですね、もう大変ですよね、やっぱりね。すごいな。でもこうやってあの上にある綺麗なマシンが維持されてるってことですね。そうですね、やっぱりあの最初の段階でちゃんとやっとけば、はい、あとはね、あ最初、うん、最初の肝心なんで、はい、最初の状態をちゃんと維持しておけば、まあ極端な発想では、まあ、気兼ねなく現行車並みに乗れる可能性は高いです。なるほど、はい。気になるんですけども、はい、上松さんの方で整備の方で、はい、ステージ1からステージ4でしたっけ、はい、あるんですよね、はい、どんな感じのメニューになってるんですか。そうですね、一応あのステージ5まで、はい、あ5まで、はい、はい、失礼しました。儲けてることは儲けてるんですけど、はいはい、まあ、一番お客様に、まあ、納得してやっていただけてるのがステージ4ですかね。ステージ4、はい、あのここになりますとエンジンのライトオーバーホールというか腰上のオーバーホールが入って、はい、足回りは全部フルオーバーホールって形になるんで、お、まあ、あの乗っていっていただく中でも一番安心感があるんじゃないかなと思います。それは納車の時にステージ4整備を選んでいただければ、選んでいただけると、はい、もう足回りのフルオーバーホール、腰上オーバーホール、そうですね、すごいですね、それは。まあ、フルセットで、はい、まあ、そうですね、あの、まあ、そこまでやった方が後々はね、まあ、かえってお金もかかんないのかなと、はい、あ、最初にしっかりやれば、はい、後々がそういうことですね。すごいですね、ありがとうございます、はい。じゃあね、私が気になるのはやっぱこちらなんですけど、工作機械、これがね、すごい充実してるんです。これ旋盤いいですね、これジャストサイズの。そうですね、はい、これなかなかちょっと珍しい機械で、はい、4尺なんですけど、はい、まあ、この内径のね、中通しがすごい大きい径使ってるやつで、これインナーチューブとかも全部入るんで、このサイズになるとね、はい、もっとちっちゃくなっちゃうんで、でも細いですよ、ほんとね。そうなんです、中の通しっていうか、この中にトンネルがあるんですよ。この中のメインのところがこれぐらい太いから、だからあのフロントフォークのインナーチューブを削ったりと か加工ができる。ねじ切りまではさすがにないですよね。ねじ切り、はい、すごいですね。皆さんこれね、旋盤見たらまずここを見ろって師匠に言われたんですよ。ここが常に綺麗なところを職場は信用できるですよね。ありがとうございますこういうところがね、いやでもすごい綺麗にやってますね。こういう機械はもう本当に工場の柄が出るんで、でこれがフライス。そうですね、これも小型のね、ちょっと特殊ですね。こんなちっちゃいのあんまないんですけど、まあ、フライスって言えるのかなって感じ、まあ、汎用のフライス。そうですね、まあこれもあればすごい便利だったりするんで、まあいろいろ使えます。旋盤フライスがあって、はい、まあ普通のプレスがありますね。これだと普通のあのセブン、
そうですね、機械とかできます。何でもプレス加工は、まあ、このサイズでも十分できますね。バイク屋でもこんなもん。そうですね、バイク屋さんだと。バイクもいらない。そうですね。こっちっすよ、ボールガン。すごいね、綺麗にしてますね。そんな綺麗じゃないんだけど。いや、まあ、あのボールバンと、うん、あと、まあ、グラインダーがあって、バンドソーですか。あ、本当はバンドソー。これアルミの材料が全部あるんで、これも切り出して、ね、カラーとかシャフトとか、はい、ちょっとしたもんだったらすぐ作れますんで。いやー、すごいな。ちゃんと照明があって、本当に綺麗にしてて、すごい。めっちゃ整備されてる。これが簡単じゃないですよ。ちょっとね、まあ、ちょっと穴開けたら飛び散るじゃないですか。あ、で、そのやっぱこう汚れると作業とかね、あの絶対しくじりが出ると思うんで、皆さんね、上松さんの加工エリアは綺麗です。私より綺麗です。それで、あの上松さんの整備の方にちょっといくつか私疑問がありまして、はい、ちょっと教えていただきたいんですけども、あの古いバイク、まあ、古いバイクに限らないんですけど、やっぱこう車種ごとの癖とか、はい、なんかメンテナンスのコツとか、その弱点ってあるじゃないですか、はいはいはい、例えば Z1 にしても何にしても、はい、マッハにしても、はい、ああいうノウハウっていうのはどうやって得られてるんですか。ノウハウっていうか、まあめちゃくちゃうち台数やってるんですよ。あのなんて言うんだろうな、ね、前もちょっと違うあれでお話したんですけど、うん、Z で言うと4000台以上で、トリプルでまあ2000台以上、まあだからそれだけやって、うん、まあ、人が入れ替わっちゃうとやっぱり浅い期間しか経験できないんですけど、うん、うち長くやってる人多いんで、まあ、自分も二十何年やってるんで、まあそれがやっぱノウハウって言えばノウハウですね。もう数に裏打ちされた実績っていう。そうですよね、はい、それに勝るものないですよね。そうなんですよね。机上の空論とかマニュアルじゃなくて、そうじゃないですね、生にいじって、まあ、それなりのいろんな苦労をなさって、そうですね、その上でリアルタイムでずっとやってるんですごい納得しました、はい、それは確かにもう他に買い難い宝物ですよ。まあそうですね。それってなんかこうメモとかで、いやー、メモじゃないんですよね、やっぱそれが。みんなね、若い子とかどんどん入ってくるんで、それをもう直接どんどん伝えてって、まあ、その方たちもやっぱ経験していくわけなんで、まあ、十分伝わってると思いますけど。伝統芸能の世界ですね。で、2つ目の質問、はい、私が割とこう古いバイクいじくった時に、はい、一番最初にぶつかる課題なんですけど、はい、部品がないんですよね。あー、なるほどね。もう純正部品はおろか、はい、社外品とか、であのハンドルとかステップがでかい部品はあるんですけど、あ、はいはい、本当にちっちゃい部品、はいはいはい、ステーがないとか、あ、はいはい、ゴム部品がないってぶち当たるんですけど、はいはい、それはどうやってクリアされてるんですか。ですね、はい、あの多分絶版の私たちが扱ってる、はい、70年代から、はい、80年代手前ですかね、はい、まあ、そこら辺うちが扱ってるラインなんですけど、うん、まあ、恐ろしいことに純正部品で消耗パートほとんど出ます。出るんですか。出るんです。まあ実際それ注文してみないと多分分かんないと思うんですけど、うちらがやってるのはそこら辺は純正部品で、純正部品、うん、消耗部品に関しては対応してます。ヤマハとか高くないですか。あの、あ、そうです、メーカーが違うと、あの川崎と鈴木なんです、あのポイントは。ああ、そう。それでやっぱりホンダとヤマハっていうのは結構部品が厳しい部分も、まあ、でかい声じゃちょっと言いづらいんですけど、ホンダはすぐなくなるし、そうですね、ヤマハはちょっと、ね、そうなんですね、お高くなっちゃうんで、はいはいはい、ああ、そうなんですね。だから、まあ、メーカーにもよりますね、はい、まあ、幸いうちでやっぱラインナップ、スズキと川崎多いんで、はい、まあ、特に困ってっていうのはないんですよね。あ、そういうなんかメーカーの助けっていうか、それもそうですね、そうですね。まあ、それがね、こう長く愛される車種が多い理由はそこにあるんでしょうね、やっぱりね。なるほどね、皆さんそうだそうです。だから絶版車持つんだったら川崎、まあね、まあ私はヤマハ大好きなんでなんかすごい分かる気がする私もヤマハ好きなんですけど、難しいんですよね。そうですね、値段見てタッカッカありがとうございます、はい、では3つ目の質問です。あのこれ私の一番の疑問でもあるんですけども、今上で見てきたバイクっていうのは全体的にすごく古い、はい、古いバイクっていうのはやっぱりこう
維持がすごく大変だと思うんですよ。あ、はい、でそれを長く乗り続けるためのノウハウ、はい、まあ、これも質問してなんですけど、さっき一つだけお答えいただいたのは最初にきっちり整備するって、まあそれはまあ基本です、ね、あれちょっと目から鱗だったの、はい、でもやっぱりそれでもやっぱり錆びたりとか劣化する部分はあると思うんで、はい、古いバイクを長く乗る上でこう大切にしてることとか、その守ってることってやっぱどのぐらいありますか。すごく広いと思うんですけど、まあそうですね、はい、まあ一番最初に言えるのはやっぱ乗るってことですね。乗る、あの大事にしようとして乗らないっていうのが多いと思うんですよこの乗らないっていうのが意外にオートバイにとってね悪さをしたりするわけなんで、なんかいきなり目から鱗発言になりましたね。やっぱ長期保管されて動かしてませんよっていうのは、うん、少なからずエンジンの中であるとか、あ、劣化が進んじゃうんですよね、どうしても。だから確実に乗ってあげる、常に油を回してあげる、はい、そういうことがすごい重要な。なるほど。じゃあ結構バイクとか在庫は分は売れてると思うんですけども、はい、ためこうエンジンかけたりとかこうやっぱそういうのされるんですか。うちの場合は在庫の期間がすごく短いんですあの入ってきてからもう早いものは1ヶ月以内とかもうそんなもう何年とか寝かすことはないんで、ないですね。だから常に動いてるんで。いや素晴らしいと思います、まあ、ありがたいことなんですけど、はい、まあそういう状況でマシン全体のコンディションをとにかく乗る。そうですね、乗るのが一番だと、はい、もう一つ敵になるのが、はい、乗っててもダメなのがサビ。あ、はいはい、これは乗ってると逆に言えば敵面、ましてや雨とか走っちゃうと一発なんですけど。あ、そうですね、広い部分のサビとか、はい、この磨いた部分のアルミパーツの位置とかは比較的楽だと思うんですよ。あ、はいはい、ただスポークの根っこのところとか、あ、はいはいはい、ネジ その取り付け部分とか、はいはいはい、その隅っこの方、メッキパーツ このスポットの隅とか、あ、はい、そういうサビって今さっき上のマシンを見させていただいて錆びてないんですよね。あ、はいはい、あれをこう綺麗にするノウハウもそうですし、はい、キープするノウハウっていうのはやっぱり何かお持ちなんですか。聞いちゃっていいのかな。まあ、簡単なことで要は酸化なんですね、うん、サビっていうのは、うん、ってことは酸素を遮断してあげればいいってことなんで、うん、まあ油であるとか、油、はい、まあ、シリコン系のものであるとか、はい、まあ、そういうものでコートしてあげれば、うん、酸化しないんで錆びないっていうことなんです。それもまめにやる。そう、まめにっていうか結局雨の中走ったりすると飛んじゃう可能性はありますけど、うん、それ以外だったら全然残るんで、今ねいろいろケミカルもいいもの出てますので、はい、まあ、シリコン系の、まあ、薄い塗膜がつくこうワックスみたいな、そういうものを一吹きしとくだけで、まあ、全然持ちは違いますね。そしたらやっぱりさっきの言葉じゃないんですけども、一番最初にきれいに、まあそうですね、最初はスタートが良ければ、うん、まあ、その維持も比較的楽になると思うんで、どうしてもユニクロメッキっていうんですかね、はい、シルバーのメッキ、うん、はい、あれってすごいメッキ層が薄いんですよ、はい、だから最初の時に綺麗にしようと思って磨いちゃうとそのメッキ層が全部落ちちゃうんで、はい、それはやっぱ錆びやすいんですよね、スポークとかそうなんだけど、まあ、そこも磨いた後そのシリコン系のスプレーをしておくだけで全然持ちは違います、はい、それってやっぱり維持されてるんですね。そうですね、やっぱその錆との戦いもさっきみたいにこう皆さんの先人たちの、そうですね、まあ、そうですね、財産ですね、まあ、そうですね、ということでいろいろ教えていただきました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。いかがでしたか、哲さん。いやー面白かったですね。今日はね素晴らしい時間を過ごすことができました。先ほどの工場の方でいろいろ話を聞いたんですけども、実際これ梅安さん皆さんもご存知の通りマシンの程度が非常にいいんですよ。すごい絶版車でもう70年など古いバイクなんですけども、さっき見た通りピカピカ、マシンがすごい程度がいい理由が下の整備工場を見せていただいて非常に納得いきました。まず人、たくさんの整備士の人たちがもう膨大な数の整備をした上でこう学んだノウハウが惜しみなく注がれてて、こんな綺麗なマシンができてんだなって。もうあとあれだね、さっきのマシンの維持の話ですよね。乗って維持をする、はい、でもう一つが最初にきちんと整備すればマシンを長く維持できるって、あれちょっと目から鱗でした。そうですね、興味深い話でしたね。いい話でしたよね、はい、なんかもうこうやって綺麗なバイク並んでる理由が分かりますもん、はい、あれだけの整備士たちが、若い人たちがこう整備してこうやってマシンが成り立ってるっていうのね、ちょっと感動もんでございました。やっぱこちらのマシン実際に見てみないと分かんないので、この綺麗さっていうのは植松さんに来ていただいて実際に触れて見てみてください。ちょっと感動もんですよ。
目の保養になりますよね。そうですね。あの今回私みたいにこうバイク好きの仲間と一緒にぜひ来てみてください。であの先ほどの工場長あの方さんね、あの YouTube チャンネル出てますんで、こちら上松さんの YouTube チャンネルもしよかったら見てみてください。というわけでどうもありがとうございました。